心配になってきますね。落ちてないかな。落ちてないかなって思う。はい。ありがとうございました。さあ、また大阪高槻市新京で引き物語ユニットゆるです。よろしくお願いします。お願いします。タイでマクドナルドへ行ってみた。で、マクドナルドがカービーカップなんですね。ちょっとなんか日本と顔が違うような気もしますけど、まあ、少なくとも格好が違うんで、大したもの、ね、あの学校とは、これが違う感じですけど、果たして中は一緒なのか、さっきの何食べたいですか？照り焼きマクバーガー、それがあるかどうか、そしてタイのものとか、はい。照り焼きハーフっぽいね。チキン、ダブルチーズバーガー、チーズバーガー。照り焼きないわ。そうやね。じゃあ僕これ。This is it. Okay, one. Yeah. スパイスチキンバーガー。Is it set? Ah, yeah, set. Set. Yeah, okay. Over. What did I say? Set. Ah, eh. Ah, one. Ah, 国産。あ、ちょっと出てねえか。うん、OK。あー、238バーツ。あー、ビッグサイズ。ビッグサイズ。あ、もっと長い。おー、ジャパニーズ is more smaller。 Yeah. Open fire, I need to do 4 minutes. 4? Ah, 4 minutes? Ah, okay. Thank you.結構ビール、ビール。これが通常サイズ、レギュラーサイズの昔です。三種類、あ、全然違う。これが普通のアメリカンケチャップ。普通のケチャップですね、これ。あ、これトマトですね。これがレギュラーサイズなんですけど、これでもわーべーって店員さんと喋ったんですけど、これがタイのおかかのビッグサイズです。そう、いや、このこっちで相当でかいんですね。日本の L、 日本の L めちゃくちゃ大きいです。こっちがレギュラーサイズ、これも日本の L サイズぐらいあります。これがプラス10バーツです。だからプラス36円。セット自体は119バーツがレギュラーサイズなので、だいたい400円ぐらいかな。なんでまあちょっと安いプラス30円でここのサイズまで行くので、味が違うとか売ってるものが違うんじゃないかって言ったら、サイズがでかい。そうですね、サイズが全部がでかい。もしかしたら味も違うかもよ。おいしい、おいしい、うまい。これは何なんだ。これあのスパイシーチキンって感じ。どうですか。ちょっと衣がすごい違うかも。何そのちょっと粒ってくるやん。衣が違う。なんかちょっと油の温度が違うとかそういうこと言う。あと辛いやん。あ、辛い、うん、なるほど。スパイシー違う。もしかしたらじゃあポテトも違うかもしれない。
やでももしかしたら油が違うかも。いやこれ嘘じゃない、食べてみて、これ嘘じゃない、なんか最初もしかしたら違うかも。一瞬タイがよぎらへん、最初タイが一瞬よぎらへん、ほんのりほんのりタイ、一口目なんかいや分からんけど言われて大丈夫かなかもしれないですけど、なんかちょっとね、ほんのりタイがいるね、どこかに なんかちょっと確かに日本のとは少し違うような、いや一緒じゃん僕が全部もし喋ってしまったら横に仏がいたっていうコメントが入るかもな、こう笑顔の、はい、ベラムเป็นเกียรติของเรานะฮะขอต้อนรับหน่อยละกันนะครับวงยูรุนะฮะปรบมือด้วยยูรุครับขอบคุณมาก